メイとヤスハのラジオでもやもやサーチ。ラジオ川越をお聞きの皆様、こんばんは。メイとヤスハのメイです。ヤスハです。よろしくお願いいたします。はい。このお時間はシンガーソングライターユニットのメイとヤスハがお送りさせていただきます。はい。もやもやの向こうの幸せを探す合言葉はもやもやさーち。ということで、FM ラジオ川越から元気と癒しをお届けする歌とおしゃべりの30分です。はい。はい。今回は、第12回目のラジオでもやもやサーチです。まずはもやもやサーチ、何か最近ありましたかね。最近ね、はい、私のもやもやサーチはね、はい、フリマアプリで赤井さんのグッズを探しては購入しているってやつですね、はい、グッズですか。赤井さんサーチです、はい、赤井さんは名探偵コナンの、はい、FBI の赤井さん、ね、赤井さんサーチ。赤井さんサーチか、うん、めいちゃんはフリマアプリとかする、はい、私ね、そう、結構前だね、銀魂すごい、今も好きなんですけど、銀魂めちゃめちゃハマって、いっぱいグッズ集めてた時に、うん、やっぱり見てました。だってめいちゃん家に銀魂グッズ100個ぐらいあるんですよ。そうそう、銀魂グッズもあるし、その誘惑とかもやっぱり時々調べて、なんか持ってないやつがあったりするとこうサーチしてますよね、あれね。いいよね、なんかさ、引かなきゃ当たらないやつとかをさ、ダイレクトに買えるっていうのが私はすごく嬉しいよ、うん、そうだね、やっぱりね、そうやってブラインドのね、その商品、見えない商品をね、フリマで買えるっていうのはいいですよね、私たちにとってはね。だってさ、うん、出品には制限があるからね、エントリーできないもん。そうなのね。こんな風にね、はい、フリマアプリからも幸せは見つけられるよっていう、はい、中古品からでも幸せを見つけようという壮大かつアバウトなテーマ、うん、それがもやもやサーチなのです。はい、それはまさにもやもやサーチですね。はい、それでは早速このラジオでももやもやサーチしていきましょう。行きましょう。まずはじめはもやもやソングスサーチ。はい、このコーナーではメイとヤスハが選んだ珠玉のモヤモヤソングをお届けしたいと思います。珠玉の、はい、今日は私の、大好きなお姉さん、大好きなお姉さん、はい、ずっと慕っております、期待しております、はい、この方の曲からお聴きいただきたいと思います。はい、お聴きいただきましたのは中川明子さんでフットステップでした。ありがとうございます。めいちゃんのお慕いしているお姉さんの歌ですね。はい、ね、はい、素晴らしい声優さんでございましてね、代表的なキャラクターは、はい、はい、皆さんもご存知、ワンピースのね、ミスゴールデンウィークちゃん、ミスゴールデンウィークちゃんとかですね、うん、プリキュアのフレッシュプリキュアの、ね、通称フレプリ、フレッシュプリキュアのパインちゃん、パインちゃん、そう、とても可愛いですね、本当に可愛らしいし、あともう私たちの世代では本当に金田一少年の次元坊、ヒロインのみゆきちゃん、七瀬みゆきちゃん役も中川明子さんがやられていまして、はい、それでこの間もね、お話ししたそのフォーチュンクエストでもヒロインのパステル、パステル、パステルちゃんもやってますし、そう、本当にね、たくさんの素敵なキャラクターの声を当てつつ、お役をやりつつ、そしてこの曲もね、うん、作詞も されてるし、いろんな曲を歌ってらっしゃるんですよ、うん、はい、この違うね、中川さんの違う曲もめいちゃんに教えてもらったけど、うん、その曲もめっちゃ可愛かった。そうですね、またちょっと、ヒゲがあるの、そう、ちょっと彼に困ってる彼女の ね可愛らしい女性の方がね、すごくぴったりな声だなと思いました。そうなんです、ね、今の曲もそう、爽やかで、そう可愛らしい、うん、女の子らしい、そう、女性像が、うん、本当にね、ぴったりだな、可愛
なと思いました。そうなんですよ。もうなんかこの曲、ちょっと選んだ一つの理由としても、その優しくなりたいっていうね、求めるばかりじゃなくてっていう歌詞があるんですけど、そこがまたグッとくるというか、中川さんのなんかこうオーラって本当に優しさが見えるっていうか感じがするし、でただそれがなんかこうちゃんと芯が張るね、また優しさっていうところが、もう役からもやられていた、前担当されていたラジオの番組からもすごく伝わってくるので、今度はどんな役をやられるんだろうとかね、前ちょっとお芝居見に行かせていただいたこともあるんですけど、今後またやられる役もすごく楽しみで注目しております。皆さんもぜひ、みーちゃんの大好きなお姉さん、はい、そう、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。それでは続いて本日2曲目は、ヤスハの大好きなお姉さん、タナイアトウェインで You are still the one。 本日2曲目にお届けしましたのは、タナイアトウェインで You are still the one でした。はい、はい、私はこのね、シャナヤトゥエインさんがね、はい、大好きな、お姉さんです素敵ですね、また本当にこう、そう、カナダ出身で、はい、もうお子さんもいる、もうお母さんなんですけども、そうなんですね、そうで非常にチャーミングな感じ、会ったことないけどねカナダの方で、私歌はこういうバラードから、作詞作曲されてるので、ロックな曲もあるんですけど、カントリーの、ポップロックカントリーみたいな、ちょっとジャンルは難しいんですけど、カントリーの方で馬に、ね、乗りながら歌ったりとかそういうのもあるんですよ。面白いですね、ぜひぜひ興味持たれた方は、ね、YouTube とかのチャンネル見ていただけると嬉しいな。シャナイアトゥエインさん、昔特ダネやってたさ、小倉さんも好きだって言ってた。そうなんですね、なんかその代表、これも代表曲、これも代表曲だと思います、あとね、日本だとね、違うか、特ダネか、オープニング曲だったの、アップっていう曲はあって、なんか毎朝聴くお目覚めの曲みたいな、あれ目覚ましテレビだったのかな思い出せないんですけど、あ、この曲かって聞いたら分かる人もいるかもしれない。じゃあ知ってるかもしれないですね、その曲はね、また、なんか憧れだね、シンガーソングライターで、こうギターも時々、ギター持ってなくて歌う時もあるんだけど、結構でもカントリーなので、バンドになるとギターのいかついおっちゃんとかが3人ぐらい並んで弾いてたりとか、確かに、あとはね、バイオリン、カントリーのバイオリニストも一緒にこう演奏してるやつとかもあって、すごい憧れる。バイオリンいいですね、めいちゃん弾いてよ、もう、ね、ブランクがありすぎてそうですか、そう、私の憧れの素敵な好きな女性好きなお姉さん、姉さん、でございました。サナイアとエインさんでした。はい以上、まやまやソングスサーチのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。生ソングサーチ、はい、このコーナーではメイとヤスハが生演奏で歌をお届けしていきたいと思います。はい、今日の生ソングは、これはまた珠玉の名曲ですね。珠玉の名曲ねはい、こちらは、ヴィーナス・イン・メイという曲ですね。はい、はい、これはなんか5月ぐらいだっけ、金星が、そうですね、そうって言ってましたよね。そうだよね、作詞作曲のえんちゃん、はい、えんちゃんです。とはね、ライブでもいつもお世話になっていて、もうね、大尊敬する方の一人なんですけれども、そ、ね、はい、この方の曲です、はい、あ、でもね、えんちゃんとはね、めいちゃんさんにこの曲くれるっていつもね、なんかそんなようにっていうおっしゃっているんですけど、それでは続いてメイとヤスハのヴィーナス・イン・メイを、いやもうね、なんかこうお気持ちですよね、それはね、もうなんか、でもなんかこうおいそれといただけるっていう感じではないので、そうね、もっと歌い続けて、自分たちのものにしていきたいよね、ね、そうですね、そう、
ね今日歌っていこうと思いますよ。はい、れんちゃん作詞作曲のヴィーナスイメージ、はい、きっと誰もが一人の夜にはこれまでの自分振り返ってみる。なりたいものになれたのだろうか。ひび割れた日々そっとなぞりながら、もしもあの時選んだ夢さ叩いていたなら、今さらどんな流れる景色、あなたの声も教えておくれ、僕は何者、君は今いずこ。ありがとうございます。ありがとうございます。おやばい、ゆうびんです。はい、またこんな時間にいつもの変な郵便屋さん、メイトヤサさんに郵便が届いてるんです。あ、はいはいはい、開けますよ。もやもや郵便です。分かってますよ、こんな時間に来るの。あなたカブトマシくらいですよ。レイヤースポスト、はい、リスナー様より届いたもやもやレターをお読みします。あるんですよ。あるんですか。あのこの間、そう、あのね、いつもね、あのくれる方が、届けてくれる方がいらっしゃいまして、ありがとうございます。そう、
なんかね、この間はその前はライブ会だったんでね、お便り読まなかったんですが、はい、続々とね定期的に送ってくださる、はい、あの方の読みますね、ありがとうございます、はい、ではですね、ちょっとだから前なんですよ、あの時間が、はい、あのリアルタイムじゃない感じもあるんですけど読みます、はいはい、ラジオネーム JJ さん、 JJ さんいつもありがとうございます、はい、おはようございますと、あの早い時間なんですかね、おはようございます、はい、これ7月になりと、7月になり、夏本番も近づく頃、もう今ね本番になっちゃいましたね、はい、本番ですよ、はい、でこのラジオも本番、夏も本番本番本番で頑張っておりますね、はい、でこの時期の楽しみは1七夕、2ゼリー、3そうめん流し、おでなどでしょうでしょうで DA にね笑いってショーでね、すごいすごいこうね文章がもうラジオでもやもやさんと一緒だねでショーが笑いっていうね、いいですねそして焼肉と盛岡冷麺もいいかなということで、ね、はい、夏を、はい、いいですね、夏を楽しんでねといういただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、楽しみますね、ありがとうございます、先生さんも楽しん で,、ね、しんで今いらっしゃる頃でしょうか、そう本当にそんな感じでありがとうございます、続けてもう一回、はい、行ってみましょう、はい、ジョーネームヒロさん、いつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、めいさん、安原さん、こんばんは、こんばんは、はい、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます、最近は暑くなりね、もう夏という感じになっていますね、暑い、はい、もう本番になっちゃいましたが、はい、コロナもですが熱中症にもお気をつけください、はい、はい、そしてこの暑い時期にぴったりなのはもちろん、はいはい、ビール、ビールですよね今はなかなか外では飲めないですが、うん、早く何も気にせず飲み歩けって日が来るといいですねと、そうですね、はい、本当にそう思います、うん、また飲みながらお二人の歌を聴ける日が楽しみ来ることを楽しみにしています、はい、何をするにも体が基本なので体調には気をつけてくださいね、いつも応援しています、ありがとうございま す、本当にね、皆さんも体調にお気をつけてお過ごしください ね、うん、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、 JJ さん、ヒロさん、改めてお便りありがとうございました、ありがとうございました、メイとヤスハのラジオでもやもやサーチ、いつも頭の中巡ってる、今日も FM ラジオ川越をお聞きくださりありがとうございます、 FM ラジオ川越、土曜日23時30分からメイとヤスハのラジオでもやもやサーチはコスモさんの提供でお送りさせていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、この番組ではリクエスト曲や悩み相談などリスナーの方々からのお便りも大募集しております、うん、また番組を支えていただけますスポンサー様も募集中です、はい、すべてのお便りは Twitter FM ラジオ川越ラジオでもやもやサーチ公式アカウントまでダイレクトメッセージや Twitter リプライでもお気軽にお寄せください、はい、ツイッターね、ツイッターって言ってみた、はい、メールでのお便りはもやもやサーチアットマーク gmail.com までお願いいたします、お願いいたします、はい、ね、12回目でしたっけ、12だよ、はい、急にね急に英語になるっていうね、そのそう今日はね、うん、綺麗なお姉さん、はい、素敵なお姉さんになりたいなっていう、ね、そうですね、夏だしね、うん、本当そんな素敵な回でしたね、はい、またね素敵なお姉さん会またやりたいですね、はい、はい、皆さんも好きなタイプのお姉さんのことを教えてください、はい、じゃあねまたそんな日も楽しみに、はい、名残惜しいですがそれではまた FM ラジオ川越でお会いできますように、皆様の心のモヤモヤに幸せが訪れますように、モヤモヤサーチ、右か左か